皆様こんばんは。こんばんは。令和4年7月15日金曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたしております。いつもありがとうございます。キャスターの恵文龍之介と申します。はい、同じく野原美奈恵です。さあ、めぐみ先生、暑い日々が続いて、またスタジオのクーラーの調子が悪いということで、非常に 汗をかいておりますけども。そうですね、はい、もうとにかく強い意志を示すためにもね、はい、クーラーがなくても頑張るぐらいの気概でやらないといけないなと。そうですね、またあの安倍首相のこともありましたから、はい、あの、はい、もうに服すという意味でも上着を着用させていただきます、はいはい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは本日のテーマを申し上げます。本日は、県民は安倍元首相の御霊に感謝を、というタイトルでお送りいたします。1、沖縄周辺軍事情勢と新訓練空域。2、左翼は安倍元首相の御霊に謝れ。3、沖縄医療現場崩壊寸前、現場からの叫び。はい、以上の3つの項目でお送りしたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、あの、日本共産党結党100周年なんですね。ああ、そうですか。お問いの皆様でも忘れているもんだからね。そうですか。今日たまたま質問事項があって電話して、こういう話をしたらびっくりされていましたです。で、初代書記長が沖縄出身の徳田九一ですよね、はい、で、徳田九一は生前ですね、憲法9条に対して猛烈に反対してね、はい、公選権の否定は独立の否定だっていうことを言っておられたんですね。はい、私はね、海上自衛隊の艦隊勤務時代にですね、ま、これを全く体感したんですよ。だから憲法9条用語版見てたらね、お前の息子とか娘がいらっしゃってもそれでいいのかと質問したいですね。どういうことかというとね、冬の日本夏と冬2回経験したんですけどね、はい、日本海の我が国の領海の中でですね、北朝鮮の不審船に遭遇したんですよ、はい、北朝鮮の不審船は特徴があってね、ベニヤ板継ぎ合わせたような非常にチャチな作りなんですね。ベニヤ板を継ぎ合わせたようなね、これが我が物顔で有力しているもんだからね、で、日本が公宣言があって列国の海軍並みの権限が持ってたらですね、はい、停戦命令を発して臨検して拉致被害者でも乗ってたらすぐ打砲してですね、逮捕することができるけど、できないんですよ、向こうが弾撃ってこない限りはね、はい、この悔しさをね、司令と艦長に僕はぶつけたんですね。そしたら2人ともガタガタ震えるようにしてですね、もう無言でしたですね。そういった感じでね、我が国はね、真の独立を回復すべきですね、はい、と思います、はい、で、特その日本共産党っていうことを聞くたびに徳田九一氏を思い出すんですね、はい、はい、次いきますね、はい、新型コロナ感染拡大と沖縄医療界はまたまたパニック。これはね、県民性にも問題があってですね、あの、重症化しないと病院に行かないという傾向があるもんだからね、はい、もう今の県内の病院にはね、この感染症罹患者と、そしてこの熱中症の罹患者が殺到してね、はい、もうパニック状態になってるんですね。そういう状態で、後でですね、この医療現場から の叫びをですね、はい、皆さんに紹介したいと思います、はいはい、本論に行きます。1、沖縄周辺軍事情勢と新訓練空域。先週、米海軍第7艦隊はですね、南シナ海において航行の自由作戦を実施 しました。同時にですね、万一に備えて、まず訓練空域をお見せしますね。この西沙諸島近辺でですね、第7艦隊の空母機動部隊が実動訓練を行ったんですね。そして この海南島近くをですね、アメリカ海軍の駆逐艦が航行してですね、航行の自由を証明してしたんですよ、はい、それで皆さんにご理解いただ
説明しておきたいと思うのはですね、沖縄県はどこにありますかって今私が質問したら、おそらく 50% ぐらいの方しか返答できないと思うんですね、はい、沖縄県はね この位置にあるんですよ。これが宮古ですね。そしてこれが石垣、はい、そしてねこの地図で皆さん忘れていけないのは、平成6年にここにスービックって言ってですね、はい、アメリカの海軍基地があったんですね、はい、これがね地元の反対で撤退を余儀なくされたわけですね、はい、そうするとこの南シナ海に進出してきたのはね中国海軍なんですよ、うん、でこの洋上でですね武器の取引なんかもして、はい、その結果沖縄の暴力団なんかがトカレフを使い回しするようになっててですね、はい、暴力団抗争が発展したこともあって、とにかくこの地域はですね海賊が出没したり中国海軍が武力で航行したりする危険地域なんですね、はい、ここにアメリカ海軍機動部隊が出動して訓練するということは非常に我々日本国民にとってもありがたいことなんですよ、はいはい、それでねこの訓練の意義と申しますとですね、まずこの航空母艦ですね、この訓練の意義はと申しますと、この文章で説明しますね。これですね、沖縄周辺軍事情勢と新訓練空域、アメリカ海軍第7艦隊南シナ海で航行の自由作戦実施と、同時にですね、在沖米空軍も沖縄南方訓練空域で空戦訓練を実施と。でこのまず南シナ海における訓練の要点というのはこの3点あります。野原さん読んでいただけますか。はい、1つ目がですね、中国海軍および海上民兵基地海南島への牽制です。2つ目にフィリピン台湾防衛のコミットメントを確認。3つ目、海洋航行の自由を維持するためです。はい、以上3つになっております、はい、ここが海南島でですね、はい、中国海軍の原子力潜水艦 の基地があるのと海上民兵の基地があるんですね、はい、戦前は、ね、帝国海軍がここには海軍病院を作ったりしてですね、はい、戦前は帝国海軍の要所だったんですよ、うん、はい、それで次いきますね。で、これですね、ちょっと待ちください。13日にはこの米海軍の駆逐艦のベンフォールド DDG-65 がですね、この西沙諸島の付近を航行して航行の自由作戦を実行いたしました。うーん、それでね、はい、次なんですよ。沖縄が今不沈空母として役に立っているのを説明したりしますからね。これがね、このオレンジのラインが最近新設された訓練区域なんですね、はい、このブルーのラインは従前からあったものですよ。おで今このライオン地区で猛訓練してるんですね、米国軍はね。うーん、で嘉手納基地周辺に住んでおられる方々はもう騒音で大変かもしれないけどね、はい、嘉手納基地を飛び立った戦闘機部隊はですね、高速で一挙に南下してこのライオン地区に進出するんですね。そこで約1時間ぐらい空中戦訓練をしてですね、あるいは対艦攻撃訓練、対陸上攻撃訓練をしてですね、はい、それでまた同じ進路を帰ってくるんですよ。でちょうどこの進路の真下に接託があるもんですからね、はい、今日は どれが出てたっていうのが双眼鏡で見えるんですね。そうなんですか、はい、実に頼もしいですよ。そうですか、随分この区域が広がってるんですね。新しい区域が広がってるんですね。でその分沖縄が守られてると思ってもいいんじゃないでしょうか、はい、うん、でこのいつもですね、平時の頃はね、はい、約15度ぐらいの行角で上がってきよったんですね、はい、だからエンジン音もそんなに響かなかったんですけどね、今はねミサイルみたいに一挙に高度8000メーターまで上がってきますからね、これも迎撃戦闘の模擬訓練してると思うんですね。もう離陸の時から、テイクオフの時からですね、一挙に8000メーターぐらいに上がっていくからものすごく騒音するんですね。そうですか、はい、でも短期編隊でどんどん
南下していくのは非常に勇壮ですよ。うん、はい、だから基地運営の皆様はね、このアジアの平和のために本当に我慢していただいて感謝しております。そうですね、はい、まあ、新聞はねうるさいとかいろいろ騒いでますけどね、はい、沖縄の平和のために訓練されてるわけですからね。そうですね、私はね、はい、今から15年前まで琉球銀行で企業融資で特にリゾート関係やってたんですけどね、はい、やっぱり安全があって初めて人物の金の流れができてですね、地域が発展するんですよ、はい、日本我が国の場合はねこの安全という意識が非常に乏しいもんだからね、この有事が発生した時には混乱するんですね、うん、はい、次行きますね。次行きます、はい、左翼は安倍元首相に謝れ。これはですね、野田さんこれちょっと読んでもらえます。はい、参りますね、はい、左翼は安倍元首相に謝れですね。一括交付金制度、これは地域自主戦略交付金という名称が正式名称だそうです。一括交付金制度は2011年度に民主党政権野田佳彦内閣の時創設されました。趣旨は使い勝手の悪い各府省の縦割りに基づく紐付き補助金を廃止し地方が自由に使える一括交付金を創設というものでありました。2012年12月26日政権交代に伴い安倍政権が誕生いたします。第2次安倍政権ですね。一括交付金制度は2013年度において沖縄を除き廃止となりました。ただし沖縄だけは存続したばかりか増額となりました。2013年12月27日中間博一沖縄県知事が政府提出辺野古基地建設のための公有水面埋め立て申請を承認します。安倍晋三総理はこれに応えて沖縄振興一括交付金に関し2013年度から平成25年度から21年度までの8年間3000億円台を確保を約束いたしました。同交付金の魅力は資金使途自由な800億円で県に400億円県内各市町村に400億円が毎年交付されました。県は2014年平成26年度沖縄振興予算3460億円の大盤振る舞いを受けました。ところが同年9月中間氏は知事選に落選、左翼の翁長武氏が当選した。翁長氏は一括交付金を受給しながら新基地は作らせないと埋め立てに反対します。皮肉にも他都道府県知事が羨む一括交付金、特にソフト資金は翁長県政か一部は沖縄振興の名目に後援企業に配分されました。沖縄振興一括交付金に関し分かりやすく解説いたしますと、年間県民赤ん坊から高齢者まで1人当たり25万円もらうこととなります。4人家族だと一家につき年間約100万円、これが8年間続くと合計800万円受給したこととなります。はい、こういうことでですね、はい、特段の配慮は受けておきながらですね、はい、知事公室に確認したらこの通夜も含めてですね、はい、沖縄県知事も副知事も一人も行ってないんですね。あ、安倍総理のですね弔意と謝意をですね本当は示すべきだと思うんですけどね、はい、はい、そうですよね。それでね、はい、僕はいつも関心しているのは本当は県庁内にも献花台を置くべきでしたね。いや本当にそう思います。それで今本土でですね
この献花に訪れる人たちが時々テレビに映ってますけどね、はい、日本人の高貴さっていうのを改めて知ったですね、はい、それでね、私の親友もですね、最近この献花に行ってきて、沖縄から日帰りでですね、私にメールをよこしてくれたんですね、はい、それを皆さんに紹介したいと思います。偉大なリーダーを失い、呆然自失の状態でした。やむにやまれぬ大和心、吉田松陰作ではありませんが、いても立っても折れず、この日曜日にとんぼ狩りで花を手向けてまいりました。近鉄大和西大寺駅の改札をしばらく見ていると、続々と名もなき市の老若男女が、誰に頼まれたわけでなしに、花を片手に黙って悲しみの地に足を踏み入れていました。激しい感情に恐れ、胸がざわつき、目がかすみました。この稀に見るリーダーを葬ったのは一体誰なんだ。この目の前の物静かで、しかし毅然とした人々の身を封じ込めたのは一体誰なんだ。いかだくですね、はい、こういうメールが来ましてですね、本当に偉大なリーダーを失いましたですね、はいはい、沖縄県 の献花台はですね、先週終了しました、参議院議員、候補者の自民党県連が候補を出しておりました小蛇玄太氏の事務所の、正面に、献花台が設置されておりました。私も実は先週、選挙の様子を見ながら行ってまいりましたが、実はですね、こんなこと言うのはとっても寂しいんですが、あまりこの献花の数が少ないと申しますか、活況を呈してないという言い方はまた違う表現かもしれませんが、そういった寂しさを感じてしまいましたね、めぐみ先生。いや、僕はですね、はい、いや冬全集読んでたらね、はい、ギクッとしたことがあるんですよ。昭和17年に琉球新報社が出している古琉球というのがあります、はい、これを冒頭にですね、沖縄県民の欠点はね、恩を忘れやすいって、はい、でだから私はね、このさっき の沖縄振興予算に関してもですね、はい、県庁の方にいろいろと質問したけどね、はい、この話っぷりがですね、もらって当然という言い方なんですね。そうですか。これじゃ沖縄いつになっても自立できないと思いますよ、うん、はい、やっぱり感謝の気持ち、恩を忘れないという気持ちを大事にしないといけないと思いますね。そうですよね。で、沖縄学の講師といわれる伊波富裕氏によるとですね、はい、沖縄の政権は目まぐるしく変わったと、はい、主に変わった原因は食料危機によることらしいけどね、とにかく新しくできた政権、これにうまく溶け込まないといけないということで、恩知らずになったんだという表現してるんですね。うん、だからこの前沖縄復帰50周年の時に、私は第2代琉球王の子孫だという方がですね、はい、発言されていましたけど、なんか伊波富裕氏の研究とこの方の話が全然食い違ってるもんだからね、うん、あれって思ったけど、でもそれにしてもですね、人から受けたご恩を忘れてはいけませんよね。はい、そう思います、はい、そういうのを感じました、はい、次、項目3に行きます。沖縄医療現場崩壊寸前、現場からの叫びというタイトルですね、はい、まず県民性としてですね、プライマリーケアの概念が疎くですね、重症化しないと受診しないと、そしてまた救急車を頻繁に呼ぶもんだからね、那覇市内には今7台救急車があるそうなんですけど、ニュースによるともうこの7台がもう全部出動中でですね、なかなか急患患者の対応ができなくなってきているという話をしてました。これは沖縄の歴史始まって以来初めてじゃないでしょうかね。何かこのタクシー代わりに救急車を呼んでしまうというそういうケースも増えているようですよ。そうですね、そしてね、この 新規新型コロナウイルス感染者数が4日連続で3000人超えですよね、はい、そして熱中症患者とコロナ患者が病院に殺到して、那覇市と石垣市はもう医療崩壊寸前まで来てるんですね、はい、いや あるいはもう石垣市では崩壊してるかもしれないですよね、はいはい、それでその大自然で活躍してる看護師さんからですね、救援要請みたいな文章が来たもんですから、これを紹介したいと思います、はい、それで沖縄が今いかに深刻な状況にあるかというのを数字で示すと、
はい、直近1週間の人口10万人あたりの新規陽性者は前日昨日時点でですね 11,090.41 人です。全国最多なんですね。2番目の島根県の 824.15 人を大きく引き離しております。はいはい、もう病床使用率も 60.6%、 もう満杯状態でですね。はいはい、野原さん、じゃあこれでは、じゃあこの看護師さんの話を、はい、叫びをお伝えください。めぐみ先生と私のもとにですね、実はある看護師さんからメールが寄せられまして、ぜひ紹介していただきたいということで、その、文章をそのメールの内容をご紹介していきたいと思います。画面をお願いいたします。はい、チャンネル桜沖縄の声、めぐみ様、野原様という形でメールを頂戴しました。私は沖縄県本島の総合病院に勤務する一看護師です。コロナ禍での病院現場の惨状をぜひ番組でご紹介いただきたくメールいたします。先週から院内での陽性者が続発しており、今日はとうとう病棟室長が陽性になってしまいました。現場で指示するべき室長、ただでさえ満たしていない人員の約1割、これ実は朝連絡が上がりまして約2割に今朝増えたそうです。うわ、大変だ。はい、約2割が離脱していること、通常の病室とコロナ病室を別室に設け対応しているため目が回る毎日、休憩時間もままならなく、業務終了時まで水さえ飲めない日もあります。また、病院から患者さんに感染させてしまっているのではないかという現況に人間不信に仰ぎ、戦々恐々と日々職務に対峙しているという状況です。コロナ患者をすべて受け入れることができず、中等症の患者を待機させる、他の病気での緊急患者を受け入れられない、この時期多発する熱中症患者に即対処できずお亡くなりになられたケースなど発生しております。しかし私たち現場はできる限り以上の仕事をしています。そこで沖縄県の対応に疑問を投げかけたい。日本で一番危機感がない、感染コントロールのできない県政に苛立ちを隠せません。医療現場スタッフへのワクチン接種義務化、民間の行動制限の再度実施など、沖縄県に主導してやっていただかないとこの状況に歯止めがかからないばかりでなく、失明されるお方、要するに亡くならなくてもよかった命や二次災害につながる混乱を心配しています。めぐみ様、野原様、この現状をどうか沖縄県に分かってもらえるようよろしくお力をお貸しくださいというメールを頂戴しました。はい、私もこれを読んで非常に胸を打たれましてですね、はい、ここまでやってる、ここまで自己犠牲の精神で頑張ってるのかと思いましてですね、はい、何としてもこれは県の方に伝えたいと思っております。私はこのメールを受けてですね、いろいろとお電話で、取材をさせていただいたんですが、この看護師さんはですね、全体そうなんですけども、毎朝抗原検査を行ってマイナスを確認してから朝出勤していると。それで、仕事が終わって帰宅されるとすぐにシャワー室に向かってシャワーをし、それからまた夜に抗原検査を行っていると、そういった日々の繰り返しだそうです。で、病院現場のスタッフのお気持ちっていうのは我々この市政の人間には、理解できないかもしれませんが、やっぱり深刻だと思うんですよね。はいはい、例えば後遺症の怖さだとか、そういったものを知っているから絶対に感染したくないという思いが一番強いようです。その後遺症っていうのはデータ的には7割が出ているというデータが出てますね。はい、例えば咳が続けて残っていたり、味覚障害がずっと治らなかったりとかいう後遺症が
どうやら7割は出ているようですから、うん、まあ、重症化、ね、ワクチンを打っていれば重症化をしないというところですけれども、日常生活に支障を残すような後遺症にが残ってしまうというところが問題だそうです。それからもう一点ですが、うん、病棟のスタッフ、医師、ドクター、看護師、まあ介助する役割の方、それからリハビリをされる方といろいろスタッフにもいらっしゃるようなんですが、ドクター、看護師さんまではよろしいんですが、それ以下のスタッフのこのワクチンに対する思いが非常に薄いそうなんですよ。ですからこのリハビリ病棟あたりから感染が拡大していくという現実が起きているようでして、それを患者さんに移してしまっているという現実があるようです。いやこれ大変ですね、はいはい、このあたりをすごく責任を感じているというおっしゃり方をされてましたね、はい、いや以前もねもう手に負えなくなってですね、はい、自衛隊の医官とね、看護官が出動して鎮圧に努力したんけど、はい、尽力したんですけどね、そうでしたね、まあ、またこういったことも安易に、まあ、自衛隊にお願いしてもなんだけど、今もう危機を迎えてますからね、はい、沖縄県はね、はい、こうまたそういった危機管理のプランも、ね、考えてた方がいいかもしれないですね。そうですね、この看護師さんもおっしゃってますけど、沖縄県自体がこの危機に対する対応がもう本当に全く危機感を持っていないというところで、ね、そのあたりが一番の問題ですよね。そうですね、もう憲法9条みたいな発想でね、はい、危機管理官も自衛隊 OB の危機管理官も唯一全国で沖縄県だけ置いてませんもんね。そうでしたよね、はい、まあ、そういったことでね、切実な看護師さんからの声をお伺いして、今回はぜひご紹介してくださいという思いで、ご紹介させていただきました、はい、どうもありがとうございました、はい、で次はまた、はい、安倍首相に関するまた思い出、時間が空きましたので思い出ですね、はい、はい、めぐみ先生は安倍首相とはどのような思い出がおありですか。私はね、岡崎研究所というところに、はい、スカウトされたというか、ええ、ええ、論文が評価されて、岡崎久彦っていう有名な外交官が主事するシンクタンクに客員研究員みたいにして入っていてですね、はい、そこによく安倍首相が来られよったんですよ、で岡崎久彦大使ももうお亡くなりになられたんですけどね、はい、非常にタイプがお二人似てるんですね。安倍首相と、安倍首相とセンスが良くてね、はい、気さくでですね、はい、で昨日のように覚えてますよ、この研究員が一人30代で亡くなったもんですから、はい、その忍ぶ会に来られてですね、安倍元首相がですね、高杉晋作の話をされた、吉田松陰の話をされたんですね、はい、人間はね100歳まで生きてもそれでもいいかもしらんと、はい、ただし吉田松陰みたいに短命ではあったけどね、後世に大きな影響を与えることができた人間っていうのはさらに偉大だという話をされたんですね、はい、そうですか。お亡くなりになられた時、その話とその光景が昨日のように鮮明に浮かんだんですよ、うんうん、で私がね沖縄問題に関するレポートをよく書くとね、安倍元首相はそれを見られてですね、はい、まあ、気持ちは分かると、できるだけそれにそういうように努力するからという話はされていました。それであとはね、はい、この安倍家と佐藤家との関係を申し上げますとね、はい、私は沖縄復帰の時に防衛大学に入ったもんだからね、はい、佐藤栄作首相の自宅によく呼ばれていろんな教えを受けたんですね、はい、で佐藤栄作首相の兄貴が岸信介、はい、それ岸信介のお孫さんが安倍首相なんですね、はい、で墓参りに田伏っていうところに、山口県の田伏に行くとね、この兄弟3名のお墓があるんですよ、はい、一番上の長兄はですね、佐藤一郎という元海軍中将、あ、これ海軍兵がこう始まって以来の秀才と言われて、はい、平均点98点取った方なんですね、その次が岸信介氏の墓ですね、はい、そして佐藤栄作氏の墓があると、そういうこともあってね、なんかこのファミリーとは若干精神的なつながりがあるんですね。で私が防衛大学卒業するときに来賓で、卒業証書授与の時に立ち会われた来賓がですね、
安倍晋三元首相のお父様だったんですね。はい。でこの方もですね、あの元海軍中尉でですね、非常に優秀だったから、はい、海軍省の計らいでですね、あの戦死率の高い地域からは外されていたんですね。はい。そういうことで非常に防衛省とか防衛庁、当時は防衛庁ですね、はい、とか海上自衛隊に対しては特別な配慮をされておられたんですよ。そういうことがありますから非常に身近に感じますね、うん、はい。野村さん、特に何かありませんか？もう本当に先週はね、一報を受けてまだご存命ということでお伝えしてまいりましたが、その後ね、何かもう1週間経ちますけれど、気持ちの落ち着きを取り戻せないというか、依然としてそういう状況は私も続いております。しかしですね、辛く悲しいこの現実を私たちは生きて受け止めて前へ進んでいかなきゃいけないと思います。厳しい言い方をしてしまうかもしれませんけれども、私が一番ここで指摘したいのはですね、この安倍総理の事件で日本人の平和ボケぶりが露呈したなって、実はそれを強く感じたんですよ。それはどういうことかというと、あのビデオを私も何度も何度も見返す機会がありましたので、うん、何度も何度も見ました。それでね、そこで一発目の爆発音があった時、この取り巻きや民衆の方はただただうろたえるばかりであったという姿勢しか私には見えてこなかったんですね、うん、なぜそこで誰一人と身を伏せる者がいなかったということを、ちょっとやっぱり日本人は平和ボケしているのかな、もう SP の警備の不備はもう言うに及ばずです。当然ちょっと厳しいかもしれませんけど、ただ起こってしまった事件ですから、必ず反省点を次につなげること、これが一番大事かと思ってます。で、私は安倍元首相が身をもって日本人を目覚めよと教えてくれたんじゃないかと、こういうふうに受け止めたいと思っております。はい、私もね、この現場の写真見てて2点感じたんですね、はい、一つはね、私が思い出したミッドウェー海戦、はい、私が防衛大学の在校中にね、リーダーシップの一環としてミッドウェー海戦の指揮運用を学習したんですね、はい、全体的な防衛部 SP を統括する指揮官がいなかったんですね、はい、だからね、日本海軍航空隊は非常に海軍空母艦載のゼロ戦隊は非常に強力でですね、はい、どんどん相手を撃ち落とそうとしていたんだけど、はい、第一波はね、抵抗できたんですよ、はい、魚雷を積んでですね、はい、抵抗できたもんだから、ゼロ戦が馬乗り攻撃してですね、全部撃墜していったんだけどね、はい、第二次攻撃は高高度から来たわけ、はい、その時全体を統括する指揮官がいてですね、はい、上空に上がれていって上空に上昇してですね、はい、高高度の爆撃を撃墜すれば空母4隻の喪失というのはなかったんですけどね、うん、全部護衛直縁戦闘機ゼロ戦隊は低空に入ってたもんだからね、はい、一挙に上空から爆弾を落とされて、しかも、はい、日本側の空母の甲板には爆走したゼロ戦が航空機がいっぱい所狭しに置いてあったもんだから、誘爆してあっという間に沈んでいったんですね、はい、それともう一つ、危機管理はですね、疲れるけど最悪に備えることですよ、はい、私は以前話したでしょ、はい、私が銀行の調査役の時に強盗が入ってナイフでお客の幼児を捕まえて威嚇したりして、はい、その時にはですね、私はその強盗に直面するまではね、いろんなプランを私なりに分析してたんですね、はい、相手が武器を持ってきた時にはどうするかとか想定していたからね、はい、それで女子行員がやっと僕のところに来て肩を力いっぱい叩いて、ドロボーって言ってパッて見た時にはね、はい、もうフリーズ状態、うん、ところが私は最悪の事態に想定してやってたもんだから、すぐ一挙に対応して、はい、この幼児を奪い返して、うん、確保しにつながったんですね、はい、だからね、疲れるかもしれないけど各界のリーダーはね、最悪の事態を想定すること、そうですね、はい、じゃないとね、ああいう状態の時にはもう取り返すしかない。それで最後にですね、はい、日本には銃社会じゃないからですね、はい、銃声がしたらね、なんだなんだって立って見ようとするんですね、だからアメリカでも一回日本の歯科医がですね、はい、
そういったシチュエーションの時に立ってなんだなんだってしたもんだから射殺されたんですよ。アメリカの場合はすぐ伏せますからね、はい、そういう習慣も身につけておくべきだと思いますね。あ、そうですね、うん、はい、まあ、非常に残念でした。ああいう前途有望な方をですね、はい、この些細なあのミスで失ったことはですね、潜在の悔いを残してしまったと思います。そうですね、はい、うん、安倍総理はですね、保護犬を引き取って可愛がったことですとか、東日本大震災以降ご自分の毎月の収入を復興支援のために国庫に返納されていたという、こういう小さな報道されないようなところ、人間味あふれるところが、身近に感じて本当に好感の持てる素敵なリーダーでした。それで、はい、最後に一言言いますけど、はい、基地問題に関しても非常に真剣にやっておられてですね、はい、11基普天間基地に空中給油機が駐留してたんですよ、はい、これはね、ガソリン満タンにして離陸していくから万が一の時には一面火の海になってしまうからね、はい、米軍が嫌がるのをね、何度も何度も説得してね、ご自身の出身地である山口県の岩国基地に今持って行ってるんですね。あ、こういうのをね、沖縄のマスコミは全然報道しないんですよ。そうですね。で、一度アメリカに訪米された時に、第一次安倍内閣の時にですね、はい、奇襲攻撃を受けてね、アメリカの新聞記者から沖縄に基地を集中させてるのは何事だって言われたもんだからね、はい、うん、安倍首相は慎重にですね、当時ですね、いや、空中給油機11機は我が出身地のある山口県の岩国でね、引き受けてると言ったらね、この外人の記者は一言もう文句言えなくなっていましたですよ。そうですか、はい、こんなこともあったんですね。で、これはね、アメリカはね、非常にあの有事に対してはこれは不利益だということで、不利だということでね、条件付きですよ。一旦有事が沖縄近海で発生したらね、すぐ元に戻すと、空中給油機を、うん、という、そこまでしてですね、沖縄の基地問題にも対処してくれたんですね。だから国葬の日はできたらですよ、あの、行ってですね、お礼を述べるべきだと私は思います。そうですね、はい、はいはい、中心よりお悔やみを申し上げたいと思います。はい、本日の番組は以上となります。ご視聴ありがとうございました。